あばあ爆発した。はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ今回もですね、悪代官やっていきたいと思いますわよ。前回ですね、謎のくのいち集団にね襲われまして、まあ一人は倒したんですけれども、その後ボコボコにやられてしまいました。ということで今回はね、そちらのリベンジからやっていきたいと思います。ではまずは開発から。前回割とねなんか勝てそうな感じだったんで、トラバサミ買っときますか。トラバサミだけ仕入れればタングステンクランチをアップさせた8カ国特許習得、これは待つまでしたくなりますね。用心棒は槍を持たせたら直進するしか能がない、これ買えますね。これ買っときましょうか。校舎侍、よし、特攻してもらいましょう。まあ、武器はもう買えないですよね。では買ったものをセットして、よし、用心棒を、あれ意外にも入りませんよ。痩せ浪人のところをこう校舎侍にしましょうか。いや、黒羽ばきが頑張ってくれることを信じて、ではやっていきましょう。その後闇に光る網タイツ、はい、ということでやってまいりましょう。前回は入り口から来たけど順次来るんですよね。何人かが順次来るので罠のバリエーションをちょっと増やしとかないとまずそうな気がする。少なくとも2人は来る。2人で終わるとも思えないので、とりあえずまずは足軽を5人ほど来ていただいて、で確かこっから来たのでもうここら辺から仕掛け始めた方が良さそうですね。じゃあここはやはり400、300、 あんま値段変わんないですね。じゃあ虎バサミ虎でいいですね。虎の方を採用しましょう。はい、でじゃあここは普通に虎と槍でいきますか。まあ、虎バサミと槍はなんか鉄板ですよ。でここにオリスケを置いておいて、いや1500、校舎侍を一人置いておいて突っ込んでいただく。で、あとはここに集中力を奪う用のオリスケを2人ほど囲んどきますか。こうしときますか。よし、でここのパターンは OK で、こっちの方も仕掛けといた方がいいかもしれないですね。じゃあここはここもやっぱりトラバサミで、ここもトラバサミゾーンにして、でここは炎系にしたいですね。皮膚キモグラ、皮膚キモグラ、ここは皮膚キモグラゾーンにしましょうか。ここ皮膚キモグラゾーンです。はい、でここが突破された場合ここで迎撃するわけですが、どうしようかな。こっちの方が結構広い、なるべく一本道のとこで仕掛けたいですよね、こういうところで。じゃあここが地獄のゾーンで、トラバサミから燃やしていただきましょう。皮膚器をここにこう置いてスイッチを自分で踏んでいただいて、でそのまま暴れた結果レツダルを踏んでしまうという展開にしましょう。はい、でレツダルを踏んだ結果さらに岩石の母も踏んでしまうという感じにしましょう。ここ結構地獄です。あ、こっちもいけるのか。ここも似たような仕掛けを作らないとですね。多分ここら辺にも、あれですね、オリスケあたりを置いておいた方が良さそうな気がしますね。オリスケ、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 OK! で、ここにもやはりトラバサミを、
トラバサミがやっぱ全ての基本ですね。で、ここはもう茶運び人形で爆発していただきましょう。で、ここまでまだ生き残ってるモサに対してはもうそろそろここら辺で勝負を決めたいですよ。ここまで来られたらもう負けな気がするんで、ここで決めましょうか。で、ここもトラバサミ、トラバサミ、トラバサミを置いて、で、トラバサミの間に、ここはもうひたすら矢を放っていただく。ここ地獄ですよ。ここ二重で矢が来ますからね。ここ二重で矢が来ますから。はい。で、こっちにそれられた場合、こっちにそれられた場合を考えて、高い、黒はばき高い。ここに、校舎侍と先生と黒はばきというこの用心棒集団を置いておく。で、一応足軽も置いておく。で、ここで最後で良さそうですね。で、ここはまた例のごとく、トラ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 。で、最後は、まあ、炎吹きでいいかな。で、ここは、レツダルを、あたりに、仕掛けておけば、多分踏むでしょう。きっとね。ここ、レツダルゾーンです。で、ここの、間のところに、は、まあ、やっぱり、仕掛け槍ですかね。仕掛け槍もっといいの欲しいな。松竹梅。うん、松が欲しい。よし、お金も半分ぐらい使ったし、これで。あ、でもここも一応セッティングしておきますか。よし。人間万事、採用が馬。何があるかわかりませんからね。ここ超長い。あ、ここロングストレートですね。いいですよ。ここもすごい爆発するゾーンです。ここすごい、あれですね。バラエティ色豊かにしましょうか。爆発するやつ。これだ。ここは、矢が飛んでくるやつ。ほい。はい。で、またやり。で、ここ先生。あ、時間が尽きた。時間が尽きてしまいました。そこまでよ。お、来ましたね。どっかで聞いたことのあるセリフ。どっかで聞いたことのあるセリフ。5人、やっぱ5人来る気がするんだよな。よし、ではくのいち姉妹、挑んでいきましょうか。罠いっぱい起きましたね、我ながら。まず、みどりさん。はい。行きましょう。すごいことになってる。近づけない。あっちに近づけない。一連さん。どうなったかな。まだピンピンしてます。ピンピンしてます。お、燃えた燃えた燃えた。あ、みんな燃えた燃え、みんな燃えた。よし、倒しましたね。悪大漢地獄自らとどめを刺しました。はい、悪大漢地獄です。さあ、そして、お、2人目ですね。桃色。なんかここら辺の罠が折りつけによってどんどんなくなっている気がする。やっぱ用心棒は役に立たないですね。本当に集中力を削ぐだけの存在。お、いや、これ、銃が強いですよ。
銃が強いのか、くのいちがあんまり強くないのか分かりませんけど、やっぱ威力が高い。あ、もう弾がない。痛い。ここ使いましょうか。ここにおびき寄せる形で。あ、そっちから来ちゃいます。そっちから来ちゃいます。痛い。やばいやばい、体力が。くっ、こっちに来ていただきたい。よし、さあどうでしょう。あ、踏んだ。読めない読めない。大古賀地獄、ヒスエムシ。はい、2人目撃破です。あと3人、結構やばいですね。もう切られたら負けますよ。用心棒もだいぶやられましたし、ここ結構難しいので、とりあえず気力を削いで罠、ここら辺の罠全部なくなってる。これでも罠足りてないのか。来てくれない、来てくれませんね。よし、続けで。ひーひー。お、トラバサミにかかって引っかかってます。お、おーおーおー、あ、やばい。あそこら辺の罠が、お、読めない地獄。何、なんだ、爆発しました。読めない地獄。さあこれで3人。でもあと一発受けたら、あと味方がもういない。青、マジでマジで5人来るんですね。マジで5人来るのはなかなかやばい。ちょっともうここで籠城するしかないです。ああ、どん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 やられていってる。なんかエリア外に1人いません。そこか。そのままやられていただきたい。もうもう用心棒が一連鎖。結構トラバサミの効果時間長いです。逆に長すぎる気もするな、トラバサミ。もうちょっとランクの低いトラバサミでいいのかもしれない。はい、そのまま。おお、やばい、生き残った。ぐわー、やられたやられた。ぐわー、ここ難しいですよ。数の暴力に屈しましたね。さあリベンジですわよ。銃はね、強力なんで、なるべく最後まで取っておく方針にしようかなと。あ、めちゃくちゃめちゃくちゃもう引っかかってる。あっちまで行けない。めちゃくちゃめちゃくちゃ先生が攻撃されている。先生がめちゃくちゃ攻撃されている。お、引っかかりましたね。で、まだやられてないかな。今どこにいるんでしょう。あそこか、そこですね。お、古賀地獄一人撃破です。トラバサミ使うと古賀地獄になるのかな。ってことはトラバサミはやっぱ効いてる気がします。はい、一人目撃破で、二人目。よし、まずはそこら辺の罠を使い切っていただいて。あばあ爆発した。味方も普通に食らうんですね。そりゃそうか。今あそこですね。お、先生が向かってった。お、切ってる切ってる。いや、でもなんだかんだで先生はやっぱ当てになりませんね。やばい、こっち来た。今暴発した気がします、銃を一発。やばい、どん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 やられていく。痛
強いですよ忍者。ちょっとこっちの方来ていただいて、みんなかからないで、みんなかかっていかないで、命を無駄にしないで。お、かっこいい。暗名読めない。だいたい地獄名がね読めないこのゲーム。よし、じゃあ次が来るので場所を変えましょう。さあ今私が姿を見せているので集中力はあんまり高くないはず。お、刺さってますね。適宜こうやって引いていかないと。お、爆発してますね。そのまま進んでいきなさい。うお、自分も爆発した。子が暗冥、また地雷かな。地雷踏むとあの闇冥地獄になるのかな。暗冥地獄。はい、次4人目。めっちゃ火出てる。引っかかってますよあいつ、引っかかってますよあいつ。あー、敵がいるとやっぱ敵の方に向かっていくんですね。こっちよりも先に。あんまり思考ルーチンが読めてないまだ。お、引っかかってる。先生たちがいるから先生たちに頼りたいところなんですが。お、挟みましたね。ふーん、どこに向かっているのか。あ、勝手に踏みに行った。わかんない、思考ルーチンがいまいち読めない。でもお金は回収していきましょう。やばい、追いつかれる。うわ、おお、ド派手な。そのままトラバサミってますね。もうここまで来たら割と銃も解禁していかないとダメかもしれない。でもやつは多分倒せる。やつはあのまま罠にはまっていただいて。古賀地獄トラバサミ優秀。トラバサミやっぱ優秀。トラバサミは全ての基本。はい、そしてこれがラストかな。ラストだと嬉しいですね。だったらもうこっちの方で待ち構えるしかない。もういないし、あんまり集中力もそげてないです。うわ、そのままお踏みなさい。そのまま踏んでしまいなさい。行きなさい。そのまままっすぐ。あ、こっち来た。くっ、ちょっと逃げましょうか。若干逃げブームを取りながらお金を回収していきましょう。罠があるところにやっぱ誘導するのが基本ですよね。さあこのままそっちにそのまま OK。 子が暇つむし地獄。さあこれで5人倒したはずですけど、これで終わってくれますか。あ、終わってくれたっぽい。激戦でしたね、勝利。はっ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 は。超激戦だった、一番激戦だった。ダンゴムシ、ダンゴムシ、はっはっはっは。はい、今回のお金はティロン12,350円。めっちゃ儲かりましたね。プラス4,540円。円じゃない、量。さあ、では例のごとく次を見ましょうか。次は寺、墓場から寺ってなんかそういう系が続きますね。お、アングルがちょっと違う。
き、何ですかこの、2階に上がって何ですかこのカメラアングルは。なんで 3D ダンジョン探索みたいな感じにしてるんですか。で、いつもの部屋だ。お寺、何万ダブ。手を合わせてる。どうなさいました、大官さん。うん。何を泣いておられます。いや、先日のくのいちのことを思い出してな。はあ、くのいちのことを。ついもったいないことをしたなと悔いていたのじゃ。もったいないこと。ついでに今まで亡き者にしてきた哀れな役人、十手持ち、奉行などのためにも、ちょっと手を合わせてみてみたの。おお、悪大官。ついのうちに受ける仏罰はなるべく避けたいものじゃの。そういうことか。しかし大黒屋、この地下の寺らしき作りの迷宮は何なのじゃ。迷宮。この寺は修行僧が下界を隔て荒行を長きにわたってするために建てられたものを、テーマパークにする目的で私が買収した次第にございます。またテーマパークですか。私どもが大官様にさらなるご寄付をするため莫大な資金集めをする事業の一環として。なるほど。展開中のテーマパークの一つでございます。テーマパークの一つ。テーマパーク。この寺のテーマパークで買収した後ディテールアップした次第にございます。ディテールアップ。それに大官様は常に何者かに狙われている身の上、うん、ここなら加藤改めなどが襲ってきましたときに身を隠すにも敵を迎え撃つにも、まあ迷宮めいてるならね、確かにいい場所かもしれない。坊主どもはどうしたのじゃ。立ち抜きの際抵抗されたために、はい、全員用心棒たちに切り捨てさせました。貴様寺の寺の仏罰を減らそうって言ってるのに仏罰を減らそうって言ってるのにご準備を。人改め方参上。やばいですね。誰が来るんでしょう。あ、迷宮だ。え、うわ、だいぶ入り組んでるけど、入り組んでるっていうことはあれですね、逆に一本道が多いので罠にはめやすいかも。あー、なるほどね、こういう構造ですか。はい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 。まあ、多分ここから来てくれるんじゃないかなとは思うんですが、まあまあまあ、とりあえずは一旦ね、やられるのがルーチンなので、はい、構造を見たらもう即帯を回してやってしまいましょうか。あー、ここの階段とかはやっぱりうまく使っていきたいですね。相手が一人なら全然楽勝なんですけどね。あ、ここの2マスあるところいいですね。いろいろ起きやすいですよ。トラップ系が起きやすい。うん、入り組んでますね。オッケーオッケー。多分これなら割と簡単にいけるんじゃないかなと思うんですけどね。よし、では帯を回しましょう。そこまでだ、悪人め。来た。しまった。しまった。火付け盗賊改め方。火付け盗賊改め方。長谷川平蔵来ちゃった。あ、また5人だ。また5人ですね。ほう。スケベ。並びに大黒や金城を捕らえに参った。なんと。抵抗する者あらは容赦なく切って地獄に叩き落とす。ほう、だいぶやる気満々です。罰につけ。なに？急に時代交渉を意識しやがって。急に時代交渉を意識しやがって。その松平なんとかってのは。松平なんとかは将軍ではないですか。切り捨て。まあ用心棒誰も雇ってないし、罠も一個も置いてないんですけど。よし。うん、そっからですよね。5人一気に来るわけだ。はいはいはい。控え、かかれ。続け。よし、では迎撃しに行きましょうか。銃だけでどれだけ倒せるか。あ、左右に分かれてやっぱ来るんですね。あ、痛い。ダメージでっか。半分、一気に半分持ってかれましたね。これは殴られるとまずい。痛い。あ、でもやっぱ銃は強いですね。あれ、銃だけで倒せるやつもやっぱいるんだ。痛い。うわ、おお、やっぱモブは銃一発で倒せますね。あ、もう弾がない。うわー、モブにやられたー、モブにやられたー、モブにやられたー。
火付盗賊改め方長谷川平蔵とその部下たちの活躍によって、はい、悪大官お寺だ、ちゃんとお寺だ、水となって消え去った。はい、出演長谷川平蔵。本当はここにあの有名なギター音楽を入れたかったんだ。ギター音楽を入れたかった。カン。はい、僕でーす。まあ、何も置いてないですからね。勝てたらびっくりですよ。大人買いデカ。大人買いデカは何も買わないと逆に大人買いデカになるのかな。はい、お金は？お金も入らないでしょうね。あ、でもなんかちょっと入ってる。4050両。はい、といった感じでね、今回はこの辺りで終了とさせていただいて、次回ね、火付け盗賊改め方にリベンジしていきたいと思います。ではでは、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。